元日本テレビアナウンサーで現在フリーの森牧37が14日、自身のブログを更新し、第一子男児を出産したことを報告した。森牧アナ森アナは、この度第一子となる男の子を無事に出産しました。予定日からだいぶ遅れての出産でした、と報告。なかなか大変なお産でしたが、力強い産声はこれまでに私が聞いたどの、声、よりも感動的で溢れる涙を止めることができませんでした。この体験はこの先ずっと忘れることのできないものとなりました、と誕生の瞬間の感動を綴った。続けて、とはいえ、日に日に変わる表情をじっくり見る以上にやることの他。さに驚き、手際の悪さもあるのであっという間に一日が経ちます、と森アナ。主人や家族、周りの方のサポートを受けながらこの大切な命を守っていこうと思って今。と決意を新たにし、今後も温かく見守っていただけたら幸いです、と呼びかけた。森アナは2011年に巨人の沢村博一投手と結婚し、2013年3月に離婚。2017年2月19日に会社経営者の40代男性と再婚し、同年12月に第一子妊娠を発表していた。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。